ほう、そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術家。そんなことってあるか。見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか。な、公爵、相引きだなんてありえません。そうです、僕が土地狂わない限り。ああ、わかった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ、二人ともついてこい。うん、また上に開く扉だぞ。そう褒めるな。メロピデ要塞に対してイラン自負が生まれてくる。だって本当にすごいと思ったから。ではもう少し手品を披露しよう。これって船か？かなりでかいぞ。それにここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？あまりよく知らないな。となるとレムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。古代フォンテーヌはレムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによると、レムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と大戦フォルテナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルテナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そしてその者たちに帝国の統治下に入るよう呼びかけた。その物語にも船が出てくるんだな。ああ、水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へと導いてくれると信じてる。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から、俺はこの考えを持つようになった。つまりその伝説のフォルトナ号に影響されたってことか？天才を目前にしてフォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実を知ったらどうなると思う？本物の災いが訪れる前にメロピデ要塞で暴動が起きて壊滅するだろう。管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を3杯は飲まないとな。他に聞きたいことはあるか？どうやらないようだ。では外まで送るとしよう。さて、見送りはここまでにしよう。あ、ありがとな。礼はいい。
だが覚えておけ、情報を共有するかどうかはあんた次第だ。これからあんたが取る行動はあいつらに影響を及ぼす可能性が高い。おう、その辺はちゃんと考えるつもりだぞ。ああ、これからの展開を楽しませてもらうとしよう。といえばだけど、ついさっきあることを思い出した。麻酔が効いてた間、うっすらとだけど近くで人が話してるのが聞こえたの。茶葉、お茶の水、あとティーカップとかの話をしてた。ニオセスリとシグウィンだろうね。男の人と女の人が一人ずつだったから、多分そうかも。でもその人たち本当にずっとお茶の話だけをしてた。ここの人ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人パイモン、真相はもう聞き出せたんでしょ。お、公爵が全部説明してくれたぜ。ふむふむ、じゃあ答え合わせをしてもいいかい。ああ、少し休んだおかげでだいぶ楽になったよ。近くに誰もいないし、シグウィンさんも他のことで忙しいみたい。このままここで話そう。よし、じゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ。あの後僕も自問してみたんだ。三つほどね。まず一つ、なぜフレミネは大会の影響を受けたのか。その原因は彼が水中に潜ったからだ。言い伝えから原始大海の場所は特定できないけど、僕の推測によればこのメロピデ要塞の近くにあるんだと思う。おお、すごいな。早速かなり当たってるぞ。さすがリネ。2つ、リオセスリの態度が急変した点について。最初は見て見ぬふりをしていたのに、どうして急に牙を剥いたのか。この問題はかなり時間をかけて考えることになった。仮にリオセスリは最初からファデュイに目をつけていたとする。彼が僕たちを野放しにしていたのは、おそらく皇子様を見つけさせようとしたからだろう。しかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していない。つまりヌビレットさんに報告する必要もないってことだ。リオセスリはいわゆる無法地帯の王と言っても過言じゃない。メロピデ要塞側が皇子様の失踪に関与していなければ、お父様はフォンテーヌ政府側に異議を申し立てることになる。こうして両者が膠着状態になれば、彼はその間にできた隙を泳ぐことができるってわけさ。つまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかな。おそらく医務室の秘密と関係してるんだろう。でもそれが一体何なのかについては皆目見当もつかない。お前って本当頭がいいんだな。ありがとう。さて、次が最後の呪文だ。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。現在僕が把握できてるのは、その計画が海水の変化と関係してる可能性があるということだけ。
そのためにクロリンデさんまで呼んだんじゃないかな。でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには普通の人じゃ目にできないものがあるっていうことだ。あの手にはまだ駒が握られていて、お父様と交渉することも考えてる。情報が足りなすぎてあまりに予測の立てようがない。でも君が僕の疑問を解いてくれるはずだ。まさかそれが真実だなんて。洪水が予言通りに全てを飲み込む。じゃあリオセスリがお父様との面会を望んだのもこの危機を防ぐためだったってこと？僕がこう言ったのは覚えてるかな。お父様はハウス・オブ・ハースを本拠地として扱ってるから問題の解決をずっと望んでるって。でもどうしてリオセスリがそのことを知ってたんだろう。それかリオセスリもこれを知ってたわけじゃなくて、ただお父様を説得したかっただけなのかも。だから交渉を持ちかけた可能性もある。そうだね、筋は通ってる。君が心配してることはちゃんと分かってるから安心して。この情報は何としてでもお父様に伝えるよ。何があっても僕たちは君の味方だから。君とパイモンには十分すぎるほど助けてもらってる。君の存在なしには僕たちはここに立つことすらできなかっただろう。今後助けが必要な時はいつでもハウス・オブ・ハースに来てくれていいからね。君たちにその気がなくてもこれだけ一緒に過ごしてきたんだ。僕たち三人にとって君たちはもはや家族同然さ。僕もとても感謝してる。大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに重要な秘密を共有してくれたことも。教えてくれるとは思ってなかったから。てひひ、急にそんなむずがゆいこと言うなよ。あなたほどの実力者なら私たちが手を貸すまでもないかもしれない。でももしあなたがピンチになったら私たちが必ず守ってあげる。ひひ、安心感が半端ないな。おや、お腹が減ったぞ。きっと疲れてるよね。早く何か食べた方がいい。うん、じゃあ先に行ってるな。注文してちょうだい。オ
れが苦労せずに物を手に入れるって感覚か？って違う違う、オイラたちだってたくさん苦労してきたんだった。お腹いっぱいになった？味はどうだったかしら？美味しかったぞ。君たちの喜ぶ顔を見れてうちも嬉しいのよ。ほら今の表情、ここの筋肉が動いてるからとてもリラックスしてる証拠ね。看護師長は患者のためにそういうのを研究してるのか、それとも人間を理解するためにやってるのか？どっちもね。うちってネリジーヌでしょ、人間といろんなとこが違うの。だからここでみんなの面倒をよく見るためにも君たちが考えてることを知らないといけないのよ。本当に面倒見がいいんだな。こんなに背がちっちゃいのに振る舞いはお姉さんみたいだぞ。本当？うちのことお姉さんだと思ってくれるの？よかった。そうだ、前にお前が公爵の執務室にいた時リレたちを守ってたって言ってたけど、それって何のことだったんだ？ああ、それね、うちはただあの子供たちを気にかけてほしいって公爵にお願いしただけよ。特にあの潜水士の子をね、水質が妙だって聞いたから心配で。幸いクロリンデさんの見事な手腕のおかげであの子を無事に助けることができた。クロリンデさんがあそこを離れた後、公爵がわざとパイプを封鎖したのもリネさんが衝動に駆られて追いかけるのを防ぐためだったのよ。あの道って行き止まりだけど、それでも誰も近づかないように数人の看守にずっと見張らせていたの。それからクロリンデさんが戻ってきた時すぐに扉を開けられるようにね。うちもずっとリネさんの様子を気にかけていたんだから、プレッシャーをかけながらトラブルに巻き込まれないようにしていたの。本当に抜かりないんだな。まあこれがメロピデ要塞のやり方といったところかしら。少なくとも公爵が着任してからはずっとこんな感じね。はあ、ヌビレットさんももっとここに来てくれたらいいのに。そうすればきっとこの場所を好きになってくれると思う。だって暗くてごちゃごちゃしているでしょ。今夜はゆっくり休んでね。みんなお疲れ様なのよ。気を抜いたらどっと疲れてきたぞ。おいらすごく眠くなってきた。お前も疲れてるんじゃないか。知らんが、何かトラブルがあったらしい。ったく、俺に聞かないでくれ。なんだよ、おいらまだ眠いのに。
明してる暇なんてない。じゃな。え、あ、おい。どいつもこいつもオイラたちに構ってる暇がないみたいだぞ。なんなんだ。やっと見つけた。こっちに来い。よかった。クスト、ラベリューヌ、何があったのか知ってるのか。もちろん、君たち二人を探すためにわざわざ来てやったんだからな。何やら少しトラブルが起きてるらしい。できるだけここから離れて外に逃げろって公爵に言われてる。ラベリューヌが、君たち二人は来たばかりの新人だし、誰にも気にかけられずそのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよ。ほら、よくあるだろ、逃げた後に人数を確認したら一人か二人足りないってこと。ん？そんなこと言った覚えは。むしろそれはそっちが。よ、余計なこと言うな。はいはい、とりあえず俺たちについてきてくれ。そう、できるだけ上に行けって言われてる。つもりだ。公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行っててくれ。オイラたちのことは心配しなくていいぞ。おい、気をつけろよ。皆さん、直ちに避難してください。外へ避難を、外へ避難を。まずは上に向かってください。最上層に到達したら外に出て、ここを離れてください。案の定だな。そう言ったはずだ。何が。いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。ここのゲートどれくらい持つと思う。
そりゃ俺らの頑張り次第だ。旅人、今すぐ歌劇場に向かってほしい。もうじきフリーナがそこで召使いに会う。どうかフリーナを守ってくれ。くれぐれも彼女を召使いと長く二人きりにさせてはいけない。ああ、必ず。心から感謝する。話は聞いております。こちらへどうぞ。ヌビレット様からすでにお聞きになっていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。ですが、それでもできる限りフリーナ様の安全を守るようご尽力ください。ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が二人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご孔明を兼ねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官、召使い。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束をしたんだ。時間があったら一緒にお茶を楽しもうとね。ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず、タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。